はい、こんにちは。マイチャンネル前原でございます。はい、今日はですね、タイトルでも分かる通り、ちょっとですね、エイシン君にドッキリを仕掛けたいと思います。使うのはこちらですね。ちょっと閲覧注意かな。ホイホイダッシュゴキブリ君っていうですね、このなんかチョロキューみたいなゴキブリの、おもちゃでございますね。480円、ビレッジヴァンガードで購入してきたものです。これをですね、ちょっとテーブルの上に仕掛けておいて、なんかこう、取った瞬間にシャーッとくると。それでエイシン君がどんな表情するのか、ドッキリを仕掛けてみたいと思います。楽しみだね。ではこちらを開けてみましょう。480円だよな、そんなに大したね、リアルさはないかもしれないけど。気持ち悪い。ちょっと閲覧中、顔も拡大しながらいいね。ですね、触覚があって、足全部ですね、これ軟質パーツみたいなものでできてますね。そこまで光沢感はないからな。で、後ろがチョロキューみたいになっててプルバック感になっておりますね。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。これチョコレートをね、置いといて外したら急に走り出すというドッキリを仕掛けてみたいと思います。いいよ、そのチョコレート食べていいよ。いいよ。あー、怖い。どうぞ、食べて、どうぞ。これが怖いよ。何これ、気持ち悪いでしょ。何これ、これ本物みたいじゃん。はい、ということでエイシン君のドッキリ、ちょっと微妙でした。ドッキリだったら心の裏に仕掛けといたんだよ。だからエイちゃんさ、徐々にこう持ってくれたらさ、本当はねこんな感じにしたかったの。こうやっていって、これ食べていいよ、うーってくるはずだったんだよ。失敗だ、ちょっと。でもまあびっくりしたね、ギャーって言ったね。よかった。怖い。またこれからもドッキリ仕掛けちゃうから。楽しみにしててね。はい、ということで今回はシン君をゴキブリのおもちゃでドッキリ仕掛けてみました。びっくりしました。よかった。超びっくりした。ここ痛くなっちゃった。はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、これはもう使わないよ、うん、でも後でママにこれ内緒でドッキリ仕掛けていいよ。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。バイバイ。